はい、時刻は9時30分を回りましたね。はい、今週もお届けしましょう。嘘のような本当の和ということでね、この和はね、お話です。沖縄の和と和になって幸せになりましょうということで、はい、MC は私土井秀人とね、今週も東京から WO イーストドクター水素ボトルの北条雅弘さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、今週はね、先週先々週もうね、やっぱりね、東京がなんと山形や新潟からね、東京、この東京じゃないや、ね、沖縄の宜野湾市にね、わざわざ来ていただいてという放送でお届けしたんですが、今週ははい、ウチナータイムなのかね、あのお二方をね、久手堅さんっていうぐらいですからお迎えしています。じゃあまずね、ちょっと自己紹介をお願いしましょうね。はい、久手堅豊さん、お願いします。はい、はい、ご水曜岩上あちみせびがや久手堅ゆちく久手堅豊と申します。いたされことにげえさびらというのはよろしくお願いしますということでございます。はい、はい、では、もう一方、お嬢さんじゃないですね、あれ、あ、奥様ですかね。はい、多分ね。はい、ゆきえさんですね。どうぞ。くすやちゅうがなびら、初めてやったい、くでけんゆきえやいびん、ゆたさるぐとうにげさびら、お嬢さんあらん、とじやいびん。はい、どうもありがとうございます。これ、あの、日本語なんですよね。あの、私もね、本当に不勉強で、最初はね、ドキドキしちゃうんですけど、はい、ウチナーグチと言いましてね、このファーフジ運動ということで、実はファーフジって言ってね、この辺ちょっと、豊さん、ご自身のプロフィールと言ってはあれですけど、どんな活動をされてますか。はい、このファーフジというのは、ファラジオという、まあ、韓国語から来てるらしくてですね、沖縄の言葉でファーフジという、それは祖父母。ホラジオというのは韓国語でおじいさんというんですかね、そこから来てるらしくて、沖縄では祖父母のことをファーフジ、まあ我々の世代がファーフジなんですよ。はいはい、まあ、66ですからね、私は今。お若い、66、まあ、その世代はまあファーフジで、その世代がウチナーグチを使える、聞く、消える、喋れるということで、その世代がもう黙っていたらダメだよ、そのうちなぐち、はなくなってしまうよと進んで子や孫たちに喋っていきましょうという、うん、おじいさんから子や孫につないでいこうということなんですね。あ、じゃああれですか、やっぱり普段から地域だったり子供たちとかに。あ、そう、そうですね、はい、まあ、私はもう ここではね、まあ、皆さん、うちなぐち知ってらっしゃらない、まあ、分からないと思いますから日本語使ってますけど、普段はうちなぐち使ってます。日本、沖縄の言葉、24時間思いはね、思いは思いは、うん、夢も夢もうちなぐちですよ。おいよ、夢も沖縄語で見るんですよ私は。例えばどんな夢見たんですか。そういえば今日の夜じゃない、明け方ですよ、はいはい、うん、出てきたんですよ、マジムンが。ああ、マジムン、マジムンって何だった。はいはい、お化けです。お化け、そうに漏らされて目覚めて、まあ、目覚める前に「やや、タイガー!」って叫んでいたらしい。聞いたら「お前誰か?」ということを言ってたらしくてですね、はい、でその言葉もうちなぐちなんですよ、だったんですよ。まあ、見る夢というか出てくる相手というか、あとの人たちなのか、みんな、それがね、うん、お化け女性なんですよ。おい、うん、ちょっとこわごわしい、もう、おいおいおい、まあ、化け物ですよね。おいそれが出てきたもんだからびっくりして「やったーが!」って「お前誰か!」って言って、しゃけんでないらしくて「たーやが!」「たーやが!」「誰か!」って、うんうん、それで目覚めて、こっちもびっくりしてね、なんか叫んでたよと、なんねえみたいな、ね、はい、で、そのあの楽しい久手堅さん、豊さん、ゆきえさんご夫妻をね、お迎えしてますけれども、ねえねえ、やっぱりあれでしょうかね、あの、そんなびっくりしたな、もうっておっさんみたいなね、もう僕らからするとね、やっぱりまあ水素ボトルの北条さん、日本全国を行ってて、やっぱ独特な感じします、沖縄の言葉って。そうです、言葉はね、うん、沖縄、うん、そうだな、まあ、北海道は標準語に近いんでですし、うん、まあでも東北なんかはね結構独特ですよ。
あのね、昨日あの前回 の, あの本田さんとか の, あの東北方面は結構こう独特な、こうっていう感じになりますけどね。あでもやっぱり、ね、聞いてパッてすぐこう分からないのは沖縄語のね、あのこう昔の言葉は、ね、今伺っても全然想像もつかないです。そうですね、よくね、あの僕も思い出した、こういうね、あの宴会とかね、集まりの時にね、はい、あのやっぱり私ゆめにむがしゃべらーってね言えてないんですけどはいはい、はい、でね、あのされる方結構いてから、はいはい、おお最初の頃ね、やっぱりね、あの何言ってんだろうなって正直ね思ったんですけど、はい、もうある種儀式みたいになってね、うん、なんかどっかねないと寂しいっていう気持ちもあって、うん、あいいな、なんかあったかいなっていう、その温度感をねいつも感じたりしてるんですけども、はいね、そんなお二方がねせっかく来ていただいた理由がございますと、うん、ここでね、なんしゅ、うちなライフじゃなくて、忘れちゃったな、新井さんの番組ね、シニアドリーム、ね、シニアドリーム、ね、はい、で私もちょっと、ね、一生懸命水槽の話も含めてね、新井さんからね、ご紹介をいただいたね、クデゲンさんが、うん、これね吸ってみてびっくりしたみたいな、ね、ことだったんですよね。去年の出会いは11月ぐらいでしたね。そうですね、はい、そうです、ね、ゆきえさんにお聞きしましょう。 どんなことが起こりました？はい、うん、ですね、ま、あの水素が体にいいっていうのは実は何年か 1,2 年ぐらい前から知っていまして、私自身も水素のサプリを取り入れて飲んだりとか、うん、あの例えば髪の毛にも水素がいいということで、あの水素で洗ってくれるあの美容室に通ってたりとかしてたんですね。ですけれども、それでドクター水素っていうことにすごく興味を持って、すぐお話を聞いて試してみたところ、まずやっぱりすぐに変化が分かったのはですね、髪の毛の質が変わってきたなっていうことですね。もうちょっとやっぱり年を重ねてくると乾燥がちになって、その髪の潤いがなくなってくるんですけれども、もう触った感じゴワゴワ感、あやだなって思っていたのが水素を吸っていて、なんか柔らかくなってきたなっていうのと、ツヤが出てきたなっていうことをはっきりと感じました。そして、まあ、増えていく年を取っていくと増えていく嫌なものの一つの白髪なんですけども、これも減っているような、うん、感じがしてます。あと目もちょっと普通だったら、老眼になっていくんですけども、私もちょっと乱視があるんですけども、それがなんか目も目が寝なくて見えてくるようになって、はっきりと字が霞んだりしないで、うんうん、はっきりと見えるようになってきたっていうのも効果を感じてます。それはすごいですね。うっそーんっていう感じですか？そうなんですよ、うっそーんって感じ で、 はい、ちなみに参考までにね、その、はい、まあ、お求めになられてから、ええ、1日、まあ、何分何時間ぐらい大体で結構なんですけど。そうですね、うん、まあ、朝とかあるいはもう時間があるときになるべく吸うようにしているんですけども、2時間ぐらいは平均吸ってますね。あと車の移動 の時にでも吸ったりしてます。主人と交互に吸ったりしてます、はい、なるべく吸うようにしてます、ね、はい、ね、大事ですよね。結構ほら長時間ね、はい、運転とかある時も、はい、こんなに入れといたらいいですからね。そうですよね、はい、なんでこんなすっきりしてんのってね、はい、うん、でも時々ちょっとすれ違う車とか高速 の、 お金払って料金所の人たちが、うん、みたいな顔してありますね、はい、親みたいな感じでパトカーにこう覗き込まれたことありますけど、はいはいはい、何この人みたいな感じに、まあね、とても素敵なことをしてるんですけどね、うん、って僕もしれーっとした顔してますけどね、うん、うん、なるほどなるほど。髪の毛だってそうですよね、僕も、はい、今年そ う、 です、ね、そうか、基本あ1月ねお会いしてますけどね、はい、うん、いや本当にね今日明るいとこで見てツヤ全然変わってきてますよね。天使の輪がまた出てきたかなっていう。いいですね、はい、素晴らしい素晴らしいね。この髪の毛、まあ、毛根ね、髪の毛のボリュームが出るっていう人多いですね。あ、そうなんですね。強くなったっていうのはもちろんのこと、ボリュームが出て腰が出て、はい、最近ね女性でもこうレディースなんやらって言ってね、こうブラスすることによって
若返るようなこう見かけにしようみたいな、うんうんうん、そういう製品っていっぱいありますけど、地毛でねボリュームが出て、うん、ふわっとなって質が良くなってピカピカ光るって最高ですよね。確かに腰は出てかなっていう感じはします。もともと毛でペタンってなりがちなんですけども、やっぱりちょっとこうやってやると膨らみが出るというか、血流、栄養、血流とあとあれが細胞が元気になるっていうのはもちろんなんでしょうけども、キメが整うとかね、そういうところになる。まあ、髪の毛も皮膚って言われてるんでね、皮膚の一部ですから変形したものなので、なのでそういう意味では、まあ、皮膚がねものすごくツヤツヤになるのは皆さん当たり前のようにうちのお客様は使っていただいて感じてますが、それが髪の毛にまで及ぶっていうのはみんなね思ってなかったから使い始めて、特に最近おまけでねスプレーをプレゼントしてるんですが、このスプレーがまたナノレベルまでミストを細かくするので、それをやって2ヶ月やったらものすごい髪の毛がお蝶夫人のようになっちゃいましたっていう人とかね若い人にはちょっとも分かんないことでしょうけども、これね、要はもう少しちょっと補足説明しますとね、はい、その水素あるんですよ、人様は質問でね、水素水飲むのとかってほらボトルを見ると水入ってるじゃないですか。だけどあれは水素水になったものをこうね飲んだりね、スプレーで今ねお嬢さんから説明ありましたけど、その水素ボトルにカパッとかぶせてこうキュッキュッとこうあれなんていうんですかね、こうね、スプレーヘッドですね。ヘッドね、はい、そうスプレーヘッド、あれでもってっていうとやっぱりね、串通りがいいんでしょうかね。そうですね、ストンってね なりますよね。いや、いいですね。私事なんですけれども、私国家資格の鍼灸アンママッサージ師の資格を持っているんですね。でまあちょっと何年か前までは実際に患者さんを施術してたんですけれども、その鍼灸アンママッサージ師のは東洋医学に基づくところがあるんですね。そうすると東洋医学では髪の毛は血の余りっていう、ですからちょうど、ね、水素がその血流を良くするっていうことの働きがあるっていうことをお伺いしたんですけども、まさに本当に髪の毛血の余りですから血流が良くなるっていうことはそこに、ね、はい、血にも栄養、血管は栄養を運びますし、まさに本当に髪の毛にも効果があるっていうのをすごく納得します。なるほど、尽くした次第です。はい、すごい素晴らしいお話です ね。ちょっとね、美容という部分とか健康も含めてですね、もう少しねこの CM の後ね、ゆきえさんにお話を続けてお聞きしたいなと思ってます。じゃあ一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。嘘のような本当のは皆さんお楽しみいただいてますかということでですね、はい、パーソナリティ土井秀人とね、WO イーストドクタースイートボトルの北条さんね、お迎えしてますけども、今日もね、ゲストに久手堅さん、ね、豊さんとゆきえさんお話です、ね、ゆきえさん髪の毛でも、ちなみになんですけどね、はい、うん、ちょうどその水素の、まあ、ドクター水素ボトルに出会う頃というのは、何かおっしゃられる範囲で結構なんですけど、はい、痛みがあったりとか辛いことがお体にあったりとか、はい、そういうのはなかったですか？私はもともとその症状があって、痛みとかっていう症状はないんですけれども、もともと持病という形で、まあ、体質的なものなんですけれども、ちょっと骨ホルモンバランスがちょっと良くなかったりして、その関係で骨があまりちょっと強くないっていう病気を、まあ、骨粗鬆症ですよね、はい、骨粗鬆症、はい、はい、があったんですね。それでやっぱり骨粗鬆症もやはりそのカルシウムとかマグネシウムとかいろんなそのミネラルの栄養を取ることによって強化していくっていう理屈はあるんですけれども、実際には本当に難しいんですよね。栄養だけ取っていてもダメですし、運動もしないといけませんし、そういう中でこのドクター水素が毛細血管まで
水素が一番小さい元素なので行くっていうことを聞いた時に、あ、それだったら骨の方まで栄養を運んでくれるんじゃないかなと思って、これはもうなんかやってみるしかないなっていう思いで、はい、主人に話しました。私の母親がですね81なんですよ、はい、でまあおばあちゃんですよね、はい、で6年水素吸ってるんですが、はい、あの骨密度を測ったらね 105% なんですよ。それは嘘ですよね。で、そうで私の世代だって 105% なんてなかなかいないんですけど、やっぱり血流が良くなってるから、骨の中のその骨って壊れたり作ったりを繰り返してるんですけどね、あの壊れるのは勝手に壊れるんですよ。ただ作る方は血管がカルシウムとか栄養素を出して作っていくので、はい、その血管が少なくなってくる、ゴースト血管によって少なくなっちゃうと、はい、骨が薄っぺらくなって、ちょっと転んだだけで足首折ったりとか、はい、くしゃみをしただけで肋骨が折れちゃったりとかっていう風になってくるわけですね。証明されるとね、はい、余計 ね、でさらにそこにホルモンというものが関わってくると、はい、で特にあの水素を吸っていただくと脳下垂体から出るホルモンが非常によく出るようになるので、はい、まあ、結果的にはそういうことが起こる、その骨密度が非常に上がってくるっていうことが起こって、うん、で今日本の、ね、健康寿命と実寿命は10年違うって言われてましてね、はいはい、だから、まあ、骨密度とそれから、まあ、アルツハイマー系のこの2つで10年寝たきりの人を作っちゃってるっていうことになるわけなんですけども、はいはい、これがね改善できればすごく皆さんに貢献できると思ってるんですね、はい、私もドクターに、主治医のドクターにですね、骨密度が低いのでもし倒れてね転んだ場合、骨が折れた場合、手術でも手術して人工関節を入れなければ寝たきりになって、うん、寝たきりになってしまう、もう1年で死ぬってちょっと脅されたんですよ。本当の話みたいですね、はい、歩けなくなって寝たきりになると一気に弱っていっちゃうんですよね、はい、そうらしいですよね、全部ね、うん、もう気も落ちちゃいますよね、はい、あ、じゃあすごい、あれじゃないですか、そうなんですよ、いいだからもうちょっとドクター水素にもう中のこと、うん、骨のことはちょっとかけてるんですね、あ、素晴らしい ね、はい、ね、髪の毛もそうですし、まあ、ね、吸いまくってなりますよね、なります、なります、なります、要は、うん、これから誰もがね年を取りいつかはなくなってしまう、でも、はい、辛いね状況になるんじゃなくてっていう意味ではね、はい、そうですよね、まあ、あのそういう意味ではね、土井さんのお子さんがねこの 年末にかけてね、はい、骨折して4日で歩けるようになりましたからね、全治3ヶ月ですね子どもの回復っていうレベルじゃないなと思って私も、うん、つくづくねやっぱり身をもって、うん、知っていくこと学ぶことがあるなと思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、じゃあちょっとお待ちかねの豊さんに行く前にちょっと CM 行っておきましょうかね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211ね、というわけで嘘のような本当のはお届けしていますけれども、うちなぐちうちなんちゅの、お待たせしました、久手家豊さん、はい、土井さん、お忘れられてるかなと思って心配でした、ね、いやいや、とんでもございません、ね、もうね、さっきちょっと小耳に挟んだんですけどね、うん、やっぱり豊さんも、60代ね、水素ボトル吸ってから、ね、あれデージ、デージなとんデージなとん 3秒で寝てしまうって聞いたら大丈夫かなと思って逆にデージなとんっていうのは大変なことだって、そうですよ、茶炭にね、うん、僕住んでるとデジナントっていう飲み屋があるんですけど、あれそういう意味なんですかね、大変だっていうこと、はいそうです、だけど土井さん結構なまってきてるね最近ね、あ、そう、もうね11年目でね、だいぶねおちなんちですよこれ名前ありがとうございます最初のね1、2年だとねやっぱりなかなかねあれですけど、うん、まあそうだね、言うとかそう、寝てしまう、あのなんていうか、水素こう鼻に入れてるとこう眠くなってきます、あ、寝てしまうんですよ、それがよ、だけどね、うん、その後が大変、うん、寝たかなと思ったらね、いろいろと迫ってくる人がいるんですよ、おお、いろいろとね、いろいろと不思議だなと思ってね、夜のなんかこう力も湧いてくるっていうコミこれだろうと思って、多分これ水素のせいだなと思ってよこい
さんは本当に危ないなこれ。そんな感じですよ。確かに元気になるんですよ。まあもちろん、ね、生き物だから体が元気になるんで。北条さんも満面の笑顔で今語ってくれて元気になりますかね。元気になります。どっちが元気になるんですかね。いろんなところがね。いろんなところが伸びが良くなってくるんで。また分かってるくせに。今の感じですとあれでしょ、あの奥様もまあ要するに人間なんていうんですよ、血流が、うん、生き物ですか。自然してるんですよ。お互いに、体若返ってくるんですから当然なんですよ。あ、そっか、そっか。いいことだらけですね。お互い、私もね寝る前だいたい1日1時間ぐらい、あ、1日1時間をやってるんですよ、うんうんうん、朝とね夜眠るときと、うんうん、だからその影響だと思いますよ、そのせい。素晴らしい。いいなと入ってからね。いや本当ね、何でしょう、ね、聞くとか聞かないとかっていうのも血流がこうよくなくほてってくる感じはありますもんね。まあ、あの爪の伸びもね早くなるでしょ、ね、これ吸ってる人みんな言うんですよ、爪も伸びるし早いし、あの鼻毛伸びるのも早いし、鼻毛も伸びるよく早い、うん、ね、ハサミによく来てるよ。鼻毛本当に伸びてました、ビヨンって出てましたよ。元気になってる証拠なんですよこれ。これは池江さんの髪質も良くなるはず、ね、あっちも伸びるしよ。素晴らしいですよ、ね、長めになったね。鼻毛でしょ、鼻毛。鼻毛出てます。いやいや、はい、特番級の楽しさに、ね、なってきましたけれども、朝っぱらから、もうね、日曜日の朝皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、いや、久根健さん国際でね、うん、なんかとってもなんか嬉しいというかね、いいな、ね、やっぱり出会い大事ですよね、はいはい、ね、うん、僕も島との出会いでとかね、傷んで病んでた自分がやっぱり良くなると、うん、あ、こうしてね、誰かに勧めたいなってね、思いますね。ね、はい、ですよね。なんか気が沈んでたりする人でもいいかもしれないし、はい、夜の生活がっていう人もいいかもしれないし、ね、はいはい、いろいろね、盛り上がっていきたいと思いますが、ね、野上さんもこちらにね、ご夫妻、お住まいですし、うん、ゆきえさんはね、なんかもっともっとね、これからおじいやおばあも含めてからさ、地域のね、方々にこう役に立つね、はい、ね、お店もできたらなぁなんていうことも先ほど聞きました、はいね、はい、今後も含めてまたねゲストに来ていただけたら大変嬉しくね、はい、思いますよね。もう全然喋り足りてないという感じですね。ぜひ第2話をね、そうですね、また今度もう用意してますので、はい、まさしくおりゃー大事なトーンですね、まあ、ドマンギタン、うんうん、びっくりした。ちょっとよくわかんないけども、後でお話ししてもらおうね。はい、そのわけで嘘のような本当のお時間ね、楽しんでいただけましたでしょうかね。また来週元気にお届けしたいと思いますが、北条さんまたお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、クレーゲンセン豊さん、はい、ゆきさん、ありがとうございました。はい、失礼しました。